こんにちは、シュです。今回は3人ドラゴンラッシュやっていこうかなと思います。今ね、ツイッターの方で募集させてもらったんだよね。なんでその方たちと行かしてもらおうかなと思います。みんなのね、お気に入りのパーティーとか自慢のパーティーってお願いしますって言ったんだよね。すごいな、3種類って言っていいのか分かんないけど、3種類しかいないな。こんな何人いるの、18人いるのに3種類しかいないっていう。いいね、これで行こうか。うわ、私のパーティーのすごいところは何かわかります？パズドラってね、コナンくんコラボ来てないんだよね。なんだけど、こんなにコナンくんの携帯がいるってことですよね。まあ、コナンくんのね、連載してる？何でしたっけ？サンデー。まあ、サンデーはコラボ来てるから、まあ一応ね、まあそういう点ではコラボ来てんのかもしれないけど、まあ正確に言うとコナンくん、名探偵コナンコラボは来てませんよ、みたいな。ただ、アムロトールさんとかもいるしね、もう実質コナンコラボだよね。あと、蘭姉ちゃんもいるし。なんかほんといないの？毛利小五郎と阿笠博士ぐらいじゃない？阿笠博士か。これ、ラグドラの人どうなってんだろうね。さあ、私は七色のコナンくんで、アーニャの方、これ追撃ないけどやばいんじゃない？アーニャ。チャーニャでした。アーニャではなくチャーニャでした。これ、チャーニャ大丈夫？あ、チャーニャ固定ダメージ持ってんだ。いや、チャーニャコラボね。盛り上がったか、いや、これはあんま触れないでおこう。いいね、チャーニャー。しかも、チャーニャ優しい。ロック解除してくれてる。いいね、この、七色の感じは私すごい好きよ。で、ラグドラの方だね。なかなかラグドラ推しってあんまりパズドラやってて見たことないな。ね。でもなんかかっこいいよね、マシンみたいな感じで。なんかガンダムとか。あ、すげえ！色ねえじゃん！マシンタイプの全パル 3.6 倍、2色以上で攻撃上昇。2色でいいと。で、あ、違う！これ覚醒無効食らってるんだ。だから、これ多分覚醒無効取れた瞬間に、このラグドラの人、めちゃめちゃ鮮やかになるね。え、どうしようかな。真実買おうか。やべ、ネタバレしちゃった。で、コナン君使って、さすがにね、あの色ではないよね。ちょ、楽しみだな、ラグドラの人の色。どんな色で来るんだろう。ちょっと待ってね、パズルが壊滅級だね。こんな感じでいいか。はい。OK。私ね、このパーティー軽く優しくて、まあ、原作でコナン君は優しいみたいな感じあると思うんだけど、優しくて、あれなんだよね。10コンボの工藤新一に、一番右の工藤新一にほとんど行ってもらうみたいな作戦だね。なんで今8コンボ加算したね。ガチャドラの。だからこっからね、ちょっと私きつくなってきちゃったな。さあ、チャーニャの方よろしくお願いします。面白いなぁ。結構動画でカットしてんだけど、いろんな方いたね。すごい、ジョジョ好きな方とかもいたね。ジョジョだけとか。あと、メタトロン使う方もいたね。いや、ガチ懐かしいね。しかも最新のメタトロンじゃないんだよね。なんか、昔のメタトロンの携帯にあえて留めてるというか、そういうのもすごかったね。さあ、これチャーニャのリーダースキルって何なんだろう。ドロップを5個以上繋げて消すとか。なるほどね。さあみんな、ラグドラの人、ようやく色公開だね。そんなラグドラの色に注目することってパズドラやっててないけど、多分火、水、木、光、闇、全色あるんじゃないかな。これ多分チャーニャと同じ原理だろうね。さあ来たね。うわー、綺麗だわ。でもすげえ見た目いいね。かっこいいよね、ラグドラって。なんか普通に かっこいい機械のドラゴンみたいな。最近いるかな。でもパズは結構割と機械推しかもね。あの、ノーチラス系とかもそうだし、ウルフ・デイトナとかもそうだし、なんかドラゴンっていうよりね、機械が強いなって感じするね。さあ、弱っ。ねえ、ちょ、あ、いいじゃん。この時にお膳立てをしてくれてる。だってね、もうコンボ加算なくなっちゃったからね、いけるかな。一応無効貫通スキルとか持ってきたね。無効貫通スキル打って、これちょ弱いな。三色陣使っちゃおうか。三色陣使って、で、私のリーダースキル的に5個消ししないといけなくて、だから今水を5個消してるね。まあ、こんな感じかな。水列にしちゃおうか。はい。OK。まあ、個数的にね、分割して、コンボ数増えるなら5個消しにしよう。いやー、熱っ！ 10 コンボ出るのガチ熱い。多分10コンボ出てないと倒せないんじゃないかな。さあ、最後、チャーナーの方。いけ。お！ラグドラの人に出番が変わってきた。お願いです。
これラグドラのもう性能的に弱いのかきっと昔のラグドラすぎて、えこれ最新のラグドラじゃないよね、わかんない、私ラグドラ事情にあんま、ラグドラ界隈パズドラってラグドラ界隈ってあんのかな、ナーイス、おい美しい、こんな被り方ある？コナンくん被り。ねえ。マジで被るの？コナンくんって。うわ、このハガレンのパーティーガチ懐かしい。これ知ってる？みんなこれ。これも環境トップぐらいの時代があったんだよね。このエドワード・エリリック。うわ、超懐かしい。しかもアムロさんいるじゃん。これアムロさんってなんだっけ？交換じゃなかったっけ？違ったかな？確かガチャから出なかった記憶があるんだよね、このアムロさん。え、忘れちゃったな、アムロさんの入手方法。黒メダルだったか、虹メダルだったかな。さあ、ここは10個もなくてもいける。一応キラーも振っといたね。うわ、うわ、なんか大好きだったわ、この時代。いや、こう言うと今はって言われちゃうからあれなんだけど。うわ、すげえ昔を思い出させてくれる。うわーこれね、HP50% 以上で軽減なの。なんか HP リーダーってそんな強い印象ないんだよね。この何パー以上とか。やっぱり HP50% 以下になったらすごい大変だし。ただ、エドワード・エルリックは超強かったね。で、これの弟かお兄ちゃん、どっちかな？アルフォンス・エルリックっているんだけど、その子も超強かったんだよね。で、7コンボ強化3つぐらい持ってたはず。うわ、見て、2つしか持ってない。うわぁ。さあ、トラタンさん。コナンくんコラボってこんな被るの？え？すごい、私、意表をついたと思ってたんだよね。うわ、コナンの人は全然いないだろう、みたいな。いや、私、いいパーティーできたなと思ったけど、結構コナンくんいてびっくりしてんだけど、私。え、アムロさんのリーダースキルが、光闇同時攻撃だって。まあ、とりあえず光と闇を消せば OK と。あれ？8コンボ、あ、今8コンボ出てなかったのかな。いや、でもこれ難しいんじゃないかな、8コンボ出すの。なんつかっていうと、あの方あれだってよね、リーダースキルにコンボ加算とかないもんね。で、私もコンボ加算ないんだよね。なんでスキルでコンボ加算を出すみたいな、そんな感じだね。まあ、正確に言うとコンボ加算あるんだよね。コナンくん、指外れたし！コナンくんが変身したらコンボ加算できるんだよね、私のコナンくんリーダー、変身キャラなんだよね。なんだけど変身できないからまだスキル足りなくて、こうやってね自力でコンボ加算してなんとか頑張ってます。うわー、エドいいなー。ハガレンコラボってもう来ないのかな。何回来たっけハガレンって。私の記憶だと1回しか来てないけど、2回ぐらい来たっけ。なんか1回の記憶だな。うわー、7コンボ級、うわー、か弱覚醒、7コンボ強化2つにスキルチャージ、なんだけどこれが超強かったんだよね。今だとこんなか弱いので何が強いのと思うし、HP 制限もあって。使ってたなぁ。すごい好きな性能だったね。ガチ好きな性能だった。さあ、ここはいける。これ、アムロさんガチ難しいぞ。8コンボ出すの。でも8ならいけるか。盤面次第で。私10なんだよね。わぁ、これ無効貫通スキルあるかな、アムロさんの方。ただ、アムロさんね、こんな揃いのすごい大変だから、パズドラをすごいガチ勢か、それかコナンくんガチ勢だね。さあ、これ打って、あ、闇なくなっちゃったよ。おう、アムロさんで作れるんだ。だからこれ無効貫通でいくのかな。うわ、難しいね。無効貫通組むとどうしてもコンボ数が劣っちゃうから。あ、それ左にやったら、今回復落としの激アツ、あれだったな。まあ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 。これは来た。色変われ！熱っ！火は熱い。で、これは私もう全力でいっちゃおうか。無効貫通スキル打って、これ10コンボ出さないと倒せないんじゃないかな。いきます。こう組んで、こう組んで、水、あ、盤面超いいわ。頼む！ 10 コンボ出ればワンチャン。落ち込む！いや、でも水のあるんじゃない？しっかりキラー振ってます、私。火力足りないなと思って。今もう使ってる人いないもんね。
ただここで見れてすごい嬉しいわ。エドのスキルが確かね、HP を全開にして、攻撃3倍とかじゃなかったかな。そうだわ、光属性3倍だわ。スキルも強かったんだよね。HP 全開にしてくれるのが強くて、そうだね、HP 全開にしてくれるのが強くて、エドってあれなんですよ。お、すごい火力。HP 制限あるからね、そこを一気にスキルで補えちゃうみたいな感じあったんだよね。終わろうか。いや、この企画またやりたいね。